なんかでもパッと目の見た感じは少し毛づらが良くなったような気がしますけど、この子だって2歳超えてる子ですもんね。超えてます。まあ、年が年なんで最初ここ来た時最悪のことも考えたんですけど、うん、まあなんとかなるべくこう苦痛なく年取ってってほしいなという思いがあります。なるほど、はい、なのでできることは、まあ、あの気力、食べる気力があるっていうのがまず大事なことでね。うちはあんなんだったらさ、もう食べなくなっちゃう、はい、よく食べてますよこの子、はい、どうしようか。そうだから、はい、こっちで食べて、はい、でここで、ここでついてください。じゃあそれでちょっと展示でもしよう。10の1分なんだけど、準備がまだ揃わなかったらもう1分追加でやってください、はい。この子ってさ、お水飲んでます？水は飲んでると思います。今あの流動食好きだったら助かりますね。そうですね、注射器でやらなくてもいいです。団子でどんどんそれ食べれば栄養も取れるし、はい、水分もね入ってるから、はい、水分も取れますんで。中田さん、ちょっとだけ固定して、はい、合図して見とってね。